エリック・カンデルエリック・リチャード・カンデルは2000年に神経系の情報伝達に関する発見の功績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した神経学者、コロンビア大学生科学教授、アメフラシのニューロンに関係する実験を行い、クレブ分子のブロックにより長期記憶の形成に関連する一連のイベントが起きない事実を発見した。還元主義者としても知られる。 アシュケナジムとして、ウィーンに生まれる。1938年ホロコーストに会う。1939年アメリカ合衆国に移住。ハーバード大学に進み精神分析医を目指すも、海馬に関係した失敗手術を知り、脳の生理学的研究へと進む。ウッズホール海洋生物学研究所の在籍者の一人。1980年代、エリザベス・ロフタスが登場し、 そういった神経メカニズムがないことを抑圧説の否定の根拠にし、精神分析学を追い込む。彼女はさらに抑圧された記憶を引き出そうとすることは、実際には思い出された嘘に過ぎないと指摘し、彼女は実験を行ってそれが可能であることを証明した。しかし、これに対し、カンデルは実際に抑圧を可能にする神経メカニズムも存在することを実験で証明し、 ジークムントフロイトの概念を神経学が保管できる可能性を示した。また彼の行った一連の実験は現在様々な意味で話題を振りまいている。こういった記憶の操作に関する実験により開発され始めた記憶強化薬や忘れ薬といったものは倫理的問題があるのではないかと議論の的になっている。特に忘れ薬は軍事、犯罪、 政治的な利用が考えられるため、慎重な開発が求められている。日本では、徳島分離大学大学院の薬学研究家で、ラリアールスクワイアとの教著書、メモリー、フロムマインドツーマリキュールスが、教材として用いられたことが、きっかけとなって、一般向けに発売できないかという話になり、2013年に、講談社より、第2版の日本語訳である、 記憶の仕組みが上下間に分けて、ブルーバックス新書として発行された。その他、カンデル神経科学などがある。ありがとうございます。